スレクレアって思ったけどいないな。トンズラ下が空いてますか。あ、君たち大変なんだよ。なんやねん。俺ら皇様に用事なんやで。その国王様がだよ。国王様だよ。国王様が大変なんだ。どういうことですか。ヤンダール様、君たちの力でやる気を取り戻してくれたさ。杖はミンの手で見つけ出すって意気込んで、大持つ子に取りに行かれたんだ。お、やる気満々やな。よかったんやねんか。でも、杖を取りに行かれてから、この城の中から消えてしまわれたんだ。え、どういうこと。ボンバーは地下に見張っていたはずなのに、一体どこに行かれたというんだ。うん、これは事件の匂いがするな。こうなったらあれしかないで。お前たちは城と町の中を頼むだよ。俺たちは他の場所を当たるわ。え、あ、頼んだよ。ねえ、しずく、他の場所って。あ、自分が一番知っとるとこやで。詳しくは外で話そうか。え、よく知ってる？一の国？ねえ、続く、どこに行くの？僕がよく知ってるとこって。それとも森かな？ホットロイト、ああ、一の国だ。決まっとるやろ、ホットロイトや。ホットロイト？国王様を探すのと何の関係があるの？ヒントは一の国にありじゃ。ああ、あれか。繋がってるみたいな話してたもんね。どういうこと？ええか？繋がりで考えるんや。見えてるものだけは全てやない。つながりで考える。ああ、オリバー、なんでお前は二の国に来たんねん。それはお母さんを救うためだよ。そうや、お前のおかんは賢者アリシア様と魂を共有しとるはずやからな。そしてアリシア様を邪神の玉から救えば、お前のおかんも助かるかもしれん。せやったな。そうだよ、しずくはそう言ったんでしょ。ああ、二の国と一の国の人間は魂を共有しとる。せやけど、これはアリシア様だけの話やないで。え、それじゃあ。せや、あの国王様にも魂を共有してる者がおんねん。つまり、二の国の人間が困っとることの解決のヒントが一の国の方にある場合もある。なんせ、お互い魂が繋がっとるんやからかな。神だな。でも、国王様と魂を共有してる人か。うん。出てきてるか。あの人かな、おばちゃんかな、マークだっけ、マークのお母さん。違うかな。世界がちょっと違うだけで、大出世ということもあるからな。誰なんだろう。まあ、知らない新キャラかな。性別が変わるとかもあるのかね。2の国では女性、1の国では男性とか。え ?1 の国の牛乳屋の猫が、こっちじゃ国王様ってわけやからな。牛乳屋の猫。牛乳屋の猫って鈍いやっちゃな。同じ魂を持つと外見や特徴も似てくるんやで。ああ、じゃあ違うな。国王様にやってわからんかったか。お前の知ってる猫にそっくりやったやろ。え、それじゃあなんだ、ニャンダール。あ、あれか。飼ってた猫か。マークたちが。レイラおばさんの猫、フランク。そうや、わかってきたようやな。そんな、だってフランクは猫だよ。こっちの王様かて猫やぞ。なんか文句あんのかい。自分子供のくせに勝ったい頭してんな。頭勝ったいなあか。相手は誰であろうと似てるもんは似てる。魂を共有してるからな。オリバー、同じ特徴を探すんや。そこは子供らしくストレートに考えようや。どうなんだ、フランクが。ああ、フランクに会えば国王の行方不明のヒントもわかるかもしれん。俺たちはそこを調べるしかないやろ。めっちゃいい表情してんだけど、しずく。あ、一の国に帰るときもゲートの魔法やで。覚えてるな。うん、分かった。ホットロイトに行くんだよね。はぁ、行き来するんだ。てっきりもう、戻ることはないと思ったけど。面白いですね、それは。時間は進んでんのかな、フォー。変な格好だよみたいな。かっこいい服着てるね。ヒーロー服でも死ぬのかい。マークとかに会っていこうよ。あ、そっか。結局こっち会うか、マークと。時間はどうなってんだろうね。消えてたことになるのかな。っていうか、あれか。こいつの、その魂を共有した存在も2の国にいるってことだよね。ということは。あら、俺は私、なんて言ったらいいか。おばさん、僕もう大丈夫だよ。そう、私には大したことはできないけれど、何でも手伝うからね。
じゃあ今フランクを探してるんだ。お店にいるかと思ったんだけど。あら、そういえばみんなはね、フランク？フランク？いないみたいだね。どうなんだ？どこか外に出かけたのかな？おい、オリバー、この状況なんかと似てへんか？あ、国王様と同じ。あ、行方不明の国王と行方不明のフランク。その理由も必ず共通点があるで。フランクを見つけ出したらそれが間違いなく、インドになるってことだね。分かってきたんやないか。それにこの町はお前の地元やろ。うん、フランク話す。フランクくらいすぐ見つかっちゃうよ。ごめんなさいね、オリバー。お役に立てなかったみたいだね。うん、十分だよ。ありがとう、おばさん。あら、そう？じゃあ気をつけてね、オリバー。うん、またね。よし、ほんなら最初は一番身近なとこや。お前んちの周りでも探すか、それ。探そうか。マークは会えないのかな。お、オリバーじゃないか。その服に合ってるな。おじさん、昔はそういう服着て遊んでいたよ。まあ確かにヒーローごっこっていう感じだね。雫は、そうか、見えないのか。じゃああれかな、オリバーが独り言を言ってるようにしか聞こえないのか、周りからすれば。こんにちは、おばさん。最近はそういうのが流行ってるのかしら。お、君は、なんか、この子確か、声優、芦田愛菜ちゃんらしいね。オリバー、ごめんね。君、この前の。せや、家の中、探してへんやろ。見てくるわ。あれ？雫には見えないのかな？ごめんね、オリバー。一人ぼっちにして、ごめんね。え？オリバーのママのこと。え？君も知ってたんだ。うん、母さんがいなくなって、ずっと一人ぼっちだって思ってた。でも母さん助けられるかもしれないんだ。二の国で旅を続けたら。そうだ、あの古びた杖で君がくれたの？あの杖で二の国に行けたんだ。あ、二の国なんて言ってもわからないよね。でもあれのおかげで。ほんと？ほんと？ほんとにほんと？うん、ほんとだよ。よかった。オリバー、ママのことを助けてね。うん、でも君なんで僕のことを知ってたの？ココルはね、ずっと知ってるよ。ココル？ずっと？あ、ココルって言うんだね、君。うん、ココルだよ。そうだ、ココル。フランク、おっきな猫を見なかった？ずんぐりむっくりでしましま模様で。あ、トラちゃん。トラちゃん。トラちゃん教えてあげる。ついてきて。あ、マジで？来てんのか？おい、オリバー。さすがに家の中にはおらんなーって。一人何してんねん。ねえ、しずく、フランクの場所分かったかもしれないよ。なんやで？どこや？じゃあ、ココルお願い。お、なんや？なんやの、急に。何なんだろうね、雫にも見えないって。三の国の住人とかそういうパターンが。実はこの世界は二つだけじゃないみたいな。足速いねちょっと後ろ見たな。窓女もしかして。違うな。ノーリード犬は今日も元気そうだな。ココル、ここなの？フランクがいる場所って。し、え？なんやこの声、まずか。チチチチョー。ね、ネズミ？うん、この先になんかあるんか？フランク？あ、いるじゃん。まずか！ネズミに負けたのか。おい、フランク、しっかりせえや。おい、オリバー、おばちゃんのとこに連れて帰らんと。うん、ココル、君が教えてくれたんだよね。で、あれ？いない。いつの間に？何ぼさっとしてんねん。早く運ぶで。持ってくれるんだ。ありがたいな。あ、なんだろう、こう。ダイナーかな？すごいな。結構重いと思うけどね。あの体格の猫って。やるな、しずく。これどう見えてんだろうな、他の人から。浮かんでるように見えるのかな。なんだろうね、食当たり？食べちゃいけないもの食べたとか。
まさかネズミにボコされたわけではないだろうし。あ、化け猫か、あっちでは。じゃあ、なるほどね。レイラおばさん、フランクが。あら大変、どうしたのフランク。わざわざ連れてきたのね、くれたのね。重かったでしょ。ううん、いいんだ。それでフランク大丈夫なの？ふふ、心配することないよ。大したことはなかったのよ。ほら、フランク、こんな体じゃない？ちょっと走っただけすぐバレちゃうの。そういうことか。なんや、心配して損したで。でもフランク、あんなところで一体、なんであんなところにいたんだろう。それがね、お客さんから聞いた話なんだけどね。クロードさんの工場あるじゃない？あそこよくネズミが出るんですって。そのお客さんから言うにはね、そのネズミ、フランク流が追いかけましたらしいの。え、ネズミのフランクか？でも安心さはそんな理由ですぐに亡くなってたのね。この子にはいい馬になるんじゃないかしら。ふふ、私も挑まないとね。確かにな。あはは、じゃあおばさん、またね。何かあったら言ってね、オリバー。な、オリバーなんか分かってきたんとちゃうか？え、しずくどういうこと？フランクが行方不明だった理由はネズミと追いかけっこしてしとったからやろ。つまりキーワードはネズミや。そっか、ゴー様が消えちゃったのもネズミが関係してるかもしれないんだ。その調子は、まあネズミ、そのネズミが何かまではわからんけど。いや、どっかで聞いた、すんねんで。ああ、ここまでか、ああ、ここまで出かかってんねんけどな。またゴルネイルを探索しようしずく。きっと見つかるはずだよ。せやな、ゴルネイル国に戻るか。なんだ、独り言を言ってるように見られてんのかな。おばさんから今の会話がどう見られてんのか気になるな。道のど真ん中で魔法を使っちゃうか。明日ニュースになっちまうかもな。子供が消えたっつって。あれ、なんか人が集まってますね。なんでわかったんだ。君はいいんだな、ここにいて。いてよ、地下水道から不合様の声がしたんだ。え、地下水道？あそこの水門からさ、聞こえたんだって、あの叫び声、絶対国王様だよ。なあ、少年、この地下水道はネズミ族の住みかやったな。うん、そうだよ、だから僕がここで見張りをしてるんだ。それにあいつら猫人とはすっごく仲が悪いんだ。国王様大丈夫かな？なるほどな、間違いないで。国王はやつ、ネズミ族の奴らに、さらわれたんや。え、さらわれた？フランクと同じやネズミと争って負けてもうたんや。どや、俺の推理もなかなかないもんやろ。でも、それなら助けなきゃ。オリバー、地下水道に入るの？僕も一緒に行くよ。あかんて、少年。ジロードは黙って見とかんかい。大丈夫だよ、僕にはこいつがついてるから。お、なんかすげえ。かわいい。こいつは、ノラ・イマージンやないか。森に遊びに行った時についてきちゃったんだ。こいつがいれば負けないよ。分かってないな、自分。戦いの中でイマージンに命令するのはめっちゃ大変なことなんやで。一般ピープルには無理な話や。オリバーみたいに魔法が使えんとな。だったらオリバー、このイマージンを連れて行ってよ。わあ、ありがてえ。新しいイマージンだ。ウキキキ。はい、じゃあ、デフォウキキキで。ウッキーにウキキキと名付けます。よろしいですか？はい。かわいい。じゃあ、地下水道に行こう。あとはオリバーに任すとき。気をつけてね。ありがとう。ためろのコマンド使えるみたいだね。力をためろ。ああ、なるほどね。オッケー。戦いの代わりに暴れろが使える。技キャンセルもしやすくなる。ごっち技使ってくるやろ。ああ、なるほどね。ひるませるのか。まあ、ここではこのイマージン使うって感じっぽいね。ああ、なるほどね。その代わりってことか。なるほど。より戦略性が増していくわけだ。あ、もう靴の中びっちょびちょ。アンロック。消えた。アンロックどころじゃないわ。はよはよるでー。いや、この魔法鍵がかかった。だから僕も開けられるかもしれへんで。
お、やったー。アンロックで開けるんだ。あれかと思ったけど、ドッキーを戻れみたいなやつ。なんかいるんだけど。ずいぶんじめじめしたところやな。鼻のランプがかびてもうわ。見てまうわ。それって食べちゃうの？おう、凶暴な魔物の匂いがプンプンするわ。この、ここから先は気を引き締めていかないとあかんで。なんとあかんでいいか。ああ、気になるな。その、なんか、いろいろと聞きたいな。その、鼻のランプについて。早速、魔物のお出ましや。あのガキにもらったイマージェンモール。それまでと違うで、2体のイマージェンモールで戦力を2倍やな。でも、戦えるのは1体なんでしょう。ブヒスパナ。よし、頑張ろう。かわいいな、あれ。戦いの幅も広がれていい。OK。ブヒスパナからやろうかな。ボッコボコ、秒で。おー。これは？ちょ待って、あ、やっぱ。ちょ待って、やっぱ。あ、やばい、死んだ。すっげえ、秒で体力減った。マジか、これ。きつ。ええー。最悪だ。金減るのか。いや、ミスったもん。いや、これやばすぎだろ。マジで言ってる。ああ、なるほどね。これあれだ。ミスった。しかも、レザーのギアスだ。あいつから先に倒さないといけなかったのか。それともルーチーがやっぱり攻撃力が高いからなのかな。いや、高いな、ルーチー攻撃力。これちょっとあれだ。攻撃力が足りなすぎる。あいつは。あ、まあ、レベル1だったからか。ちょっと使えないな。あー、マント。若草のマントぐらいか。気になって。オッケー。戦っていこうか。レベルアップのためにも。ルーチーでやって経験値を稼ぎましょう。勝って頼りはルーチーだ。ナイスルーチー。どう？やっぱルーチー強えわ。まずはレベル上げですね、これ。いや、あんなん絶対勝てんだろうと思ったけど、そういうことね。まずはルーチで戦いたかったか。ノロリーナ。負けないよ。いけ。オッケー。あんまないのか。ニョロリーナがいたな。ニョロリーナだけか。よし、頑張ろう。いけ。いや、ルーチ強えな、こう考えたら。7とか6とか攻撃力出すもんな。
ルーチーの敵じゃねえ。ここら辺でも飛び越えられないのか。じゃあ、ね、特になんもないよ。なんもないな。さて、扉があったな。オリンキーですけどためのダイヤないか。こんな閉めた場所すぐ消えてしまうな。謎解き会？多分あれつけたらってことでしょう。あーだー、やらかした。え耳取れるのかよ。マジか。それ付け耳だったんだ。あ、なんか豚マスクって言ってたから、あれなのかな、中身豚なんかな。でね、ね、マスクつけてんのかな、ウサギの。わあ、いいね。これ多分ボス毒だろうね。あ、いや、いけないな。ということで、やっぱりあそこに行くのか。負けないよ。別に灯す必要ないのかな。開くのか。開かないな。その雫のランタンでつけてくれないかな。え、湿った場所はダメだな言ってるけど、あー、そっか、そこ行ってないよ。ここだね。くて、ここ行けたんだね。いや、宝箱かい。なんだろう。あー、待って、あれか、時を戻す系か。あ、いや、ファイヤーでつけるのか、あれ。そういうことか。どっちだろうな。ファイヤーかな。時を戻るかな。効果がない。さ、ファイヤーだな。で、まあ、サクッとやるってことなのかな。すぐ消えちゃうから。よし。じゃあ、ファイヤー持ってたわ。かな。結構広いんかな。よし、頑張ろう。ちょっとじゃあ劇でも出してみようか。戦え。4-2-4-4。まあ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 、レベル上がって戦えないことはないです。スピードある、結構。その前か。やったね。ダメルとかも使ってみたいな。よし、頑張ろう。いけ。暴れろ。なるほど。まあ確かにレベル、まあレベルの差があるからそうだけど、まあルーチの方が安定はしてますね。仕方ないといえば仕方ないけどね、レベル差があるから。え、声したな今。声よーっつってんな。誰だ。誰だよーっつってんの。
飲もうか。あー、こっちもダイヤあるじゃん。鉛筆、あー、鉛筆足りない。マジか。うわ、ここでも鉛筆使わないといけないのか。だるいというか、それはちょっときついね。出してくれんかな、こいつら鉛筆。回復しとこうかな。すごいな、地下水道すごいな。もっとなんか有効活用できそうだけどね、この場所。なんかいる、かわいい敵がいるぞ。わあ、出た。こいつさっき言ったやつだ。カエルム、バクバクドン、提灯アンコウだな。バクバクドン、カエルムはなんだろうね、よくわからんな。提灯アンコウなのかな。バクバク、あ、あれ欲しい。いやー、着実にレベル上がっていってる。ここはあんまないな。ナメックシ、なんだろうなこいつ。負けないよ。かわいいな、でもハイルーム。いやあ、ダメだったか。間に合わなかったね。こっちで合ってんのかな。合ってるな。こっちで、あ、セーブポイントある。お、ボスもしかして。あ、なんか戦ってる。国王様、助けに来ましたね。おお、お前たち杖は取り返したぞ。あら、国王様さらわれたんとちゃいますの。おのれ卑怯だぞ。自分、お前たちニャンダルの家来だな。え、僕たちは問答無用。17世ってことはだいぶ、これあれだな、だいぶ台続いてんね。あ、やばいか、指示が人通ってなかった。あー、ためろ、暴れろ、チャンス。出た。わ、あいつ自分の技を失敗してるやん。わ、あいつ自分の技失敗してるやんかな。オリバー、今がチャンスや。あ、じゃあモリモリで、あ、でもオリバーにできないのか。やばいな。あ、じゃあ戦うじゃない、魔法でヒールして、あ、また、え、なんかあいつ勝手に失敗してるぞ。ざまあねえな。わざわざ突き破る、わざわざ突き破ることもないな。ほどでもないわ。耳でけえなこいつ。本当にネズミか。あれ、また失敗してる。なんだこいつ、雑魚か。さては雑魚だな。お、
いいね、ナイスセーター。あ、それもらおう。あ、待って、危な。魔法でも打つか。ファイアーボール20、すげえ。だいぶ食らうじゃん。あ、でももう3分の1だぜ。弱えな、こいつ。口ほどにもないわ。勝手に失敗するし。さあさあ、やばいか。いや、来た。もう、しゃあれ。ヒールして。あ、来た。うわ、食らった。まあ、さすがにそうか。ずっと食らわないなんてことは、そんな甘い話はないか。ルチ、行ったれ。お前がもう決めてくるんだ。待って、あれ、拾おう。来い、おら。守れ。混乱状態だ。おい、大丈夫か。オリバー、あいつのぐるぐるには要注意や。確かウッキーは混乱に強かったはずやで。オリバー、相手で戦ってみるんや。入れ替えは L1 やで。なるほどね、ちゃんとウッキーを使ってやれと。お、あ、待って、これもしかしてさ、雫出してくれてるんかな、あの弾。今出してたよな、多分。よく見えなかったけど、ちょっとギリギリまで。で、魔法でヒールして、来た。自ら行ったら、使い魔だけじゃない、私自身も叩かれてると見せてやろう。ファイアーボール食らえ。うん、あとミリ。こうなったら行きたい。私の手で決着をつけたい。よし、これが私の力。イマージンだけだと思うな。勝利、ようやった。お、覚えてろ。くそ、逃げられた。ベタなセリフまで吐きよって。それより雫王様が。せやったな、急がんと。国王様は大丈夫ですか。国王様、お前たち、しっかりせえ。国王様、杖は取り返したぞ。国王様、なんちゅうことや。国王様、国王様、まあ、大丈夫でしょ、どうせ。お揃いですかな、エルダードゥークの皆様。よくぞ集まってくれた。ではこれより評議会を始める。本日の議題は言うまでもありませんな。そう、この予言の少年、奴の処分についてだ。ハルガイ、漆黒の魔導士よ。お呼びでございますか、灰の女王。一の国から来た救世主、奴の処分を命じる。世界を導く者、執行者としての務めを果たせ、ジャボー。条件がございます。なんと、女王陛下に対し条件ですと。申してみよう。は、恐れながらこの一件、すべてこの私一人にお任せいただきたい。特に評議会の皆様、手出しは無用でございます。我々と対等のつもりですか。自分の立場を何だと思っておる。ずいぶん大きく出たものね。管理者に意見する。ああ、騒がしい連中だ。静まれ、ジャボーよ。許可しよう。では、すべてお前に任せたぞ。救世主などという言い伝えを信じている者たちに知らしめてやるのだ。そんなものが存在しないということを。は、必ずや。救世主オリバー、その心を
必ずや染めてみせましょうぞ、絶望に。仮面つけてんのか、女王は。礼を言うぞ、おれば一度ならず二度までも。お前はみんな命の恩人だぞ。なんや、ピンピンしとるな。結局さらわれてへんかったし、ほんま肩透かしな展開やで。もよかったよね、お父様無事でさ。しかしあれもこれも憎きチューベルめのせいだぞ。ミニがちっとばかりやる気をなくしとったからって、大事な大事なホームスクールを荒らしまくりよって。しかしトゥアはちゃんとそれを返したからな。改めてお前たちに授けようぞ。はい、国王様。おい、強いよ、ここへ。やった。これが魔法の杖じゃ。ミーも若い頃、それはもうこれで暴れまくったものだ。さあ、持っていくがよい。ありがとうございます、国王様。このことがあのお方に知れれば、ミーもお前もただでは済まない。しかし、お前にかけてみたくなった。お前のそのまん丸の目にな。あのお方、ジャボーのことだね。そうはっきりと言ったらまずいじゃないか。まあそうだな。国王様、オリバーに杖を渡した以上、もう後には引けまへんで。まあそうだな。国王様、僕はきっとジャボーを倒してみせます。おー、やったー、魔法の杖だ。 RPG してんな。よし、迷惑かけたわびだ。もう一つ、あれた魔法を授けよう。氷結、いいね、攻撃魔法。ありがとうございます。僕もっといろんな魔法を知りたいです。うむ、それならば王国の南、モエールの森を抜けた先には広大な砂漠があるのだがな。この砂漠の中心にあるオアシスの国、ババナシア王国に行くとよい。あそこの主はともかく、バーナーシアには4賢者の一人、ソロンがいるのだ。4賢者？アリシア様に並ぶ大賢者のことやで。アリシア様、魔法の道を極めるには賢者の力を借りるのも悪くないぞ。わかりました。ありがとうございます、国王様。よし、賢者に会いに砂漠のオアシスで向かうで。ババナシア、ちょっと言いづらいな。ババナシア王国だね。やったぜ。大きく豊かな町やが、何よりその王が、まあ見れば分かるやつじゃん。何なんだろうね。まあきっとまた心に問題を抱えてるんだろうね。なんか心に問題を抱えてるって、なんか精神的な何かをね、ちょっとヤバいにかかってるみたいだけど。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。無事にね、魔法の杖を手に入れて、次なる目的地も決まったということで。なんかすごい RPG してるなって感じですね。まあ、ちょくちょくね、こう敵のこの状況もムービーで出てきたりして、非常に面白いところではありますが、今回はここまでということで。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回またよろしくお願いします。では、バイバイ。